コハリイルカと呼ばれる。和名のコハリは背びれに硬い突起があることに由来する。コハリイルカの写真の多くは死後撮影されたものであり、その写真を見る限りでは、体色は黒である。そのため、以前は、ブラックポーパスと呼ばれることもあった。しかし、生体の体色は、濃い灰色であり、黒いのは、死後数分で体色が変化したためである。個体により異なるが、 腹側に明るい灰色の反紋がある。生体の体長は1.5メートル、体重は50キログラムから75キログラムであるが、最も重いものとしては、体重105キログラムのメスの個体が知られている。噴気口は目の近くに位置し、噴気口のあたりは若干くぼんでいる。背びれの形と位置に特徴がある。 形は後方に伸びた三角形であり、頭部から測って体長の約3、4の位置にあり、他のイルカに比べるとかなり後方である。ハラジロイルカはコハリイルカとほぼ同じ体長で、生息域も一部重なっているが、背びれを見れば見分けることは容易である。生息域コハリイルカの生息域は、南アメリカの太平洋側はペルー北部からフエゴ島を通って、 大西洋側のブラジル南部にかけての沿岸である。多くは海岸近くに生息するが、海岸から5 0トルも沖合に行ったり、淡水の河川であるベリビア川で泳いだりする個体も知られている。全生息数は少なくとも数万頭である。生息域においては珍しくはないイルカであるが、あまり研究されていないため、詳細は不明である。 コハリイルカを観察することは困難である。内気なのか、海面近くを泳ぐ際にも体の一部分を見せるだけで、人間の乗った船が近づこうとすると急いで逃げてしまう。一頭あるいは二頭で行動することが多いが、小さな軍をなすこともある。七十頭程度の大きな軍が、地理で観察されたことがある。主食はイワシ、ベルルーサ、サバなどの魚類である。 他のイルカ同様、コハリイルカにとっての最大の問題は予防による根核である。ウルグアイ、チリ、ペルーにおいて一般的に発生していることが知られている。特にペルーにおける根核が最も多く、年間に2000頭程度が犠牲になっているレイエス95。食料として、あるいはサメの餌として捕獲されることもある。IUCN のレッドリストでは、 情報不足に分類されている。JC レイエス、バーマイスター、エスポパスインザエンサイクロペディアオブマリーンマーマルズ、ピアニッシモ、177から179、ISBN0125513402 リーブス、エトール、ナショナルアウズボーンソサイティガイドツーマリーンマーマルズ。ISBN0375411410、カーワーディーン、ホエールズ、ドルフィンズポーパセス。 ISBN 0751327816ブラウネルプラダリーファッシーナスプイニーピニスママルスピーシーズボリューム217ピアニッシモ1から4レースワンドキャンワラビークアスペクツオブザバイオロジーオブバーマイスターエスポーパスフロムペルーレポートオブザインターナショナルホーリングコミッション スペシャルイシュー16バーマイスター SPORPOOISEPHOCOENA.org、e、改正哺乳類図鑑コハリールカ国立科学博物館動物研究部ありがとうございます